ロジャー・アレクサンダー・ディーキンスは、イギリスの映画撮影監督。バースのアートカレッジ・バス・スクール・オブ・アート・アンド・デザインで、グラフィック・デザインを学んでいたが、写真へ転校、ナショナル・フィルム・アンド・テレビジョン・スクールで学ぶ。その後カメラマンやアシスタントとして、ドキュメンタリー作品の撮影現場で働く。年から、劇映画の撮影を手けるようになり、年に、 初めてアメリカ映画の撮影に携わる。特に1991年のバートン・フィンク以来、バーン、アフター・リーディング、インサイド・ルーウィン、デイビス名もなき男の歌、バスターのバラード以外すべての公演兄弟作品の撮影を手がけており、他にもサム・メンデス、ドゥニビル・ヌーブなどの監督作品に参加することが多い。1994年に、 ショーシャンクの空に出アカデミー撮影賞に初ノミネート。それで、以降、13回無冠のまま、ノミネートというジョージ・ホルシーと並ぶ記録を作り上げ、2007年の第80回アカデミー賞では、ノーカウントリーとジェシー・ジェイムズの暗殺の2作品でダブルノミネートされるという、第45回アカデミー賞で、ロバート・サーティースが成し遂げて、 以来35年ぶりの快挙を果たしたが、やはり受賞には至らなかった。しかし、14回目のノミネートとなった、2017年の、ブレードランナー2049で、ついに念願の初受賞を果たし、そのわずか2年後には、1917命をかけた、伝令で2回目となる、オスカー受賞を果たした。また、本作で度目となる、英国アカデミー小説賞を受賞し、 同部門における歴代最多受賞の記録を受立した長年フィルムによる撮影を行ってきたが2011年のタイム、タイムからデジタルシネマに移行している。アカデミー撮影賞受賞作品、同ノミネート作品2013年に彼が選んだ史上最高の映画ベスト10を記した手書きのメモが公開された。ありがとうございます。